はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ゾイドワイルド恐竜博2019先行発売、ゾイドワイルドギルラプターレアボーンディドニクス種です。はい、7月13日から国立科学博物館で開催されている恐竜博2019で先行販売されているギルラプター友達に買ってきてもらいました。というか、このイベント自体が相当面白そうなんだけど、こっちのガチのゾイドを買いに行くんだけど、レオンくん、 ゾイドワールドの方いるって言われて買ってきてって言ってお願いして買ってきてもらいましたただあくまで先行発売で今後普通に一般販売予定があるみたいですねただいつ発売するかとかは全然分かんないんだよなでギルラプターは標準カラーのものと指揮官機か色違いのものも発売しましたがこれがさ発掘復元の言葉が一番似合うカラーになってますよねもう骨格時点でいつもと全然雰囲気違うわけよ 遊び方とかワイルドブラストのギミック自体は変わっておりませんが、とにかく色が面白そう。この状態すごいっすね。ではレビューしましょう。それでは、発掘発掘感は、あ、半端ないねもうこの色よ本当に、土から出てきたみたいな。そんな色になってて、アーマーとかもブラウンだね。 はい。では、いつも通り色ごとにパーツを分けたら復元開始しましょう。ちなみに復元の章は普通のカラーですね。ギルラプター。今回のレアボンカラーにはなっておりませんね。ギルラプターも今回で3体目ですから、さすがにサクッと作ることができますね。はい。まずは動作確認 OK で。この骨格パーツのカラーすごいな。 まず脇腹部分に黒いパーツを2個はめて可動 OK で、下顎を通しつつ、メカユニットをはめてあげて、反対側から同じパーツでガチャっと。そして裏側からパーツをロックしてあげて、こうね。あとは後ろ側も ここからはめてあげるとそうなるとパーツの隙間がなくなりますね。で僕はもうこういう細かいポロッと取れちゃいそうなパーツはもう接着剤塗っちゃってからはめちゃう。そうするともうね外れませんからねこういうとこポロッといくしこれはでも僕墨入れあんま得意じゃないけど墨入れ場合絶対するやつだな。で上から歯車置いてメカユニット。 をガチャッとこれでいいね動作確認でさらに上からパーツをかぶせて目は本当はね骨格形態作ったあとなんだけどもうね今回はめちゃう瞳の色も専用カラーだで上顎を目の位置合わせてここにはめたらこれの Z キャップね今回はクリアじゃない レッドでちょいちょい動作確認しつついいねパーツが噛み合ってなくて動かないみたいなことがありますからね後ろ足の爪をつくはめてあげたら3つのここの3つのパーツを通しつつ Z キャップで押さえると同じように反対側も 三つのパーツはめたら、前足、あしまった、Z キャップ早かった。ここ通してから、この上の固定の方に位置合わせてから、ここで Z キャップっすね。すぐこういう修正ができるから。 はい、ここまでで10分ですね。骨格形態が完了しました。まずは第一復元。そしてやっぱり、骨格形態というネーミングが一番しっくりくる。めちゃくちゃボーンボーン。骨骨ザフルス感すごいな。はい、この状態で近づいてみると、もうね、目先に入れちゃっておりますが、 茶色と薄いベージュの2色でパーツが構成されてるような形ですね。そして電源オンして稼働確認しましょう。OK ですね。はい、前足と後ろ足連動して動くし、それに合わせてここが動いて中に歯車がありますからね。で、目が稼働するような形だ。 では自立で稼働確認いきましょう。いいね。めっちゃ恐竜。なんかさ、本当に骨格感すごいから、骨格の状態で恐竜が、のしのしこの動く感じ。めっちゃいいじゃん。もうこれで、なんなら完成でも、 ありなぐらい。ね <laughs>。いいよね。あとはもうね、アーマーを、取り付けはあっという間ですから、仕上げていきましょう。まずは、桃アーマー。前足部分の、ここと、すねのパーツですね。ここのアーマーと。本当にパーツ構成自体はいつものギルラプターと何も変わらないな。なんで完全なリカラーアイテムなんだけど、あまりにも色が違うというか、 本当に今回は発掘されましたみたいな。あ、取れちゃった。そんな感じの見た目に仕上がってますよね。3回目だから同じ形作るの。だいぶ簡単だな。あとは首の座席と顔ね。これが入ると一気にアーマー感出ますからね。これがこうなると発掘されてそのままアーマー装着されて使われるみたいな。 そんな感じになってますよね。で、あとはジェットの、この向きだ。バーニアつけたら、もうこれ最後っすね。上からこのパーツを覆いかぶさって、ガチッとね。 ロックすれば OK と。あとは、クリアフィギュアも付いてますから、このスリット合わせてスッとはめ込めば簡単に登場状態が出来上がりますね。簡単っすね、相変わらず。アーマー装着に5分かかってないぐらいですから、全部で約15分で完成しました。お手軽。では、リルラプターレアボーン確認しましょう。てか、フィギュア取っていいですかこれない方がいいね。はい、まずは、全体をぐる と、見回すと、こうで、相変わらず15分で出来上がったとは思えないぐらいの、しっかりプラモデルを作ったような見た目になっておりますが、これでランナーとかないってほんとすごいですよね。で、基本は一般販売のギルラプターの色違いで、特に造形とか、新規で何か入ってるとか、そういうのは一切ありませんね。ただ、標準カラーがブラックの、 骨格をベースに赤いアーマーになってますから、これはなんか兵器として完成しておりますけど、こっちはほんと発掘して簡単にアーマー装着して、そのまま使ってるみたいな、プロトタイプ的な感じっぽいですよね。本体カラーの差がすごいもんな。そして目の色とかも、メタリックカラーグリーンに変更されておりますし、顔周り近づいてみるとこうで、各部パーツも骨格が明るい色なので、だいぶ印象変わりましたね。 メカユニットのグレーとかは特に変わらず。そして今、ゾイドワイルド買うと3000円でこのね、カスタムパーツもらえますから、より平気っぽさを強調することもできますね。やっぱ少しカスタムパーツが入るとだいぶ印象変わるから、これ系バンバン発売してほしいっすよね。 はい。そしてこれまで発売したギルラプターずらっと並べるとこうで、個人的には指揮官機カラーが好きなんですけど、本当に引き付いてるカラーが全然ないんだな。唯一 Z キャップだけこれとこれが同じか。はい。いろんな角度から見ると、こんな感じでございます。なんか三兄弟とかで出てきそうなカラーリングではありますよね。ありそう。そういうことも。では、この復元完了状態で起動。 はい、そうすると、さっきのね、骨格形態と同じ動きですが、完璧だね。このアーマーのさ、隙間から、瞳がね、前後に移動するのがいい。ワイルドブラスト発動しなくても、このかっこよさよ。脳死の周極感じ。 で足が細いから安定感が増すように、ここね、横のバーが入ってますから、こういうところもしっかりおもちゃ的に考えられてますね。いや、駆動してるのがさ、ここだけとはいえ、なんでこんなに生物的な形で動くんですかね。本当に、ゾイド・ワイルドのこの作りは感心する。 これが通常の稼働で、じゃあワイルドブラスト行きましょう。電源オンオフがやりづらいんだよな、ここにあるから。ワイルドブラストはここね、ウィングショーテールが中でロックされてますから、ロックを外してあげて、前に持ってくると、本能解放ワイルドブラストで、はい、これが、ワイルドブラストですね。ギルラプターの。 そこまでアクションとしてはダイナミックじゃないんだけど、このショーテールが前後に大きく動くような形ですね。まあ、テレビだともっとね、ガッチャンって言ってますけど、これは可動域としてはこれくらい。はい、これがレアボーンの 本能解放ワイルドブラストてか、ジュウオジャーっぽくついついさ、本能覚醒って言っちゃいがちだし、なんか言い間違えそうになる何回も。いろんな角度で見ると、こんな感じ。まあ、そこまで派手なアクションではありませんけど、簡単に通常モードと、ワイルドブラストモード切り替えることができるのは、 遊びやすさ、お手軽でいいっすよね。はい、これが本能解放モードでございます。とりあえず今回は、この見た目をね、発売される場所にふさわしい本体カラーに仕上がっていると思います。まあでも、あんま装着状態より、これ骨格の方が、骨格形態の方が面白いかな。 恐竜2019先行発売ドイドワイルドギル・ラプターレアボーンディノニックス種の紹介でした。